はいどうもどうもですかですはいあーとこんばんはとはい三連休終わりましたね <laughs> 早,く早くも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 三連休終わりまして今日がえーと二十六かな二十六日ですねはい月曜日ですね、えっとまあもう二十六二十六二十六だからもう今週でもうね九月も終わりだから、ね。 26、27、28、29、30まででしょで。多分今週で終わりなんで、はいまあ、早いもんだなっていうのと、あのー、まあね、人によっては、もうなんか寒がりの人にはもう寒くなったよとかって、まあち、地方にもよるんだろうけど、なってるんだろうけど、正直 <laughs>、俺としてはっていうか、こっちの地方的には、じめじめしてるんで、まあ,あの、台風とかの関係もあったりするんだろうけど、天気が悪かったりとか。 だからまあ普通にジメジメしてるから暑いんよね。特に部屋の中にいたりしたら暑いんよね。あの外はどうなんだろうな。風があったら涼しいのかもしんないけど、多分わ分かんない。でも言うてジメジメしてるから、多分暑いと思うよ、うん。この時間、だって今これ撮ってるのさ、日付変わってすぐなんだけど、まあ、昨日ちょっと、あのー、動画をアップすんのを忘れててさ、実際昨日の動画ってほんまに1時とかに撮ってるんだけど、夜中に。普通に朝まで忘れてたんだけど <laughs>、寝ちゃってさ。 うん、なんだけどまあ今日は普通にこれまあアップできればちゃんとするんで忘れてたらごめんなさいだけど、うんまあ、この時間帯でも普通にじわじめーっとしてるからうん多分昼間とかもっと暑いんじゃないかなっていうまあでもうんまあ9月の頭とかよりはマシなんかな多分もう10月でまあねいつものことないよ10月入るか入らないかぐらいの時まだ暑いんよねたい俺もさ昔さ あのこれちょっとよた話なんだけど昔あの友達のところ友達が四国にいてまあ今もいるんだけど四国にいてちょっとなんか遊びに行こうみたいな感じになってさんでまあ四国に行ったよねその時にあのな,んてうかななんてうか健康ランド的なところに泊まったんだけどまあなんかそこがさカプセルホテルみたいになってるよねそのホテルっていうかその寝るところが。 でなんかカプセルになってるからそのまあ言ったら個室っちゃ個室なんだけどあの蒸れるんよねまあ特にその温泉施設だからっていうのもあるんだろうけどまあ一応その全体ではクーラーはクー,クーラーエアコンが効いてたんだけどでまあ10月ももう本当にあの夜なんか普通に寒いって言ってもいい時期なんよその時って多分10月の終わりぐらいだったと思うんだけどなんだけどうーん <laughs> そこにいたらマジでめっちゃ暑かったんよ。 うん、あのやばいくらい暑くて何これみたいなほんまになんか半裸になって寝てたもん暑すぎて、うん、だからそういうことあるから何とも言えないんよね今の時期でも暑い時暑いからねうんはいえっ、ー、と今日今日のイラストファンアートはこれまあペコーラとあのムーラねあの ID のムーラあのホロ ID の あのー、あんまりその海外勢、あのー、ID とかまあ EN とかはあんまり知らないんだけどぶっちゃけこのムーナちゃんはムーナ星のばあちゃんはあのー、ラストであのペコラとかそれペコラとかみこちとかと絡みがあってあの馬 <laughs> あの馬をさみこちとかペコーラが盗んでいって「ムーナの馬」みたいなの言ってるのがめっちゃ可愛かったよね。 まあ俺それ以外そこまで知らないんだけど <laughs> あのー、うん配信とかを見てるわけではないしあれなんだけどその場面がめちゃくちゃ可愛くて、うん、でまあその後のそのみこちとのまあその後その前も含めてさみこちとかのやり取りとかそのペコーラとのやり取りとかもまあかわ、うん、らしいというかて <laughs> 々というかねまあこのイラストは多分あのー、なんだっけこの間ね あのディズニーかなんかにペコーラとあとこの「ムーナちゃん」とあと誰だっけ「スバルオ r u 大空 s u とその辺のメンツでなんか遊びに行ったらしくてまあその時のやり取りだったと思うんだけどリア,リアルでねうんのやり取りだと思うんだけどこの,このイラストはねなんだけどあの俺個人的にはそのラストでのやり取りがめっちゃ好きで <laughs> あの。 ていていというか可愛い,いなっていう感じでしたね。うんはい、まあそのぐらいかな、ムーナちゃんはね、まあ、とりあえずこの美獣はめっちゃ、その、なんだろうな、その大人っぽいけど、まあ、あと多分ね、その母国語っていうかさ、その言葉でゃしゃべるとちょっとちゃんとしてるんだろうけど、そのつたないというか、まあ、日本語、まあ、片言なんでね、それはそれで可愛さもあったりするんだろうけど、うん、まあ、なんとも言えんよね。まあ 昔からさその海外のタレントさんとかでもそのバラエティタレントその昔で言った誰だろうな、うん、ユ,ユンソナとか <laughs> あと誰だビビアンスーとかだと思うけどその辺の人とかのさちょっと片、あ、言、のー、っぽいけど、まあ、日本語ちゃんと喋れてるなみたいな感じって、まあ、なんとなく可愛く見えたやん。それが 売りでなんか面白いというか人気が出たりとかしてたけどまあそういう感じの可愛さはまああるんだけどねうんまあそんな感じあとさこれちょっと余談なんだけど昨日えっと昨日その紅様の話をねそのまあ誕生日だからっていうことでも含めて紅 <laughs> 様の話をちょっと昨日取り上げさせてもらったんだけどなんかあのー 昨日の話題でその歌見たが早く出してほしいよねみたいなことを言ってたら本当に誕生日ぐらいで本当に今日ね本当にリアタイ今日というか昨日か昨日に、あのー、歌見たをあげてくださってて初の歌見たみたいなのあげててあのうんあの吉原ラメントだっけなの歌見たあげてて。 <laughs> マジかと思って俺がいや別に俺が言ったからではないと思うけどうん本当に心待ちにしてたからガチで嬉しくてツイートでも「キキラー!」って書いちゃったけど <laughs> 本当にさめっちゃ歌うまいしさまあ本人ちょっとなんか歌になんか自信がないみたいでなんかあんまりその踏み切れなかったみたいだけどまあなんか機会見てなんかやろうみたいな感じだったらしいけどめちゃくちゃ良かった。 普通にもううすると思う今後も <laughs> 多分めっちゃ効くと思う今後俺だってほんまに楽しみにしてたもんいつかその歌見てあげてくれるんじゃねえかなと思ってベニ様が、うん、ほんまになんかそれを言った翌日にさアップされて本当に嬉しかったマジでと思って本当に今さっきのこと、まあ、今さっきでもないけど今日まあね昨日だからちょっと前に気づいたやつなんだけどマジで嬉しくて、うん、あのちょっと感動すら覚えたよね思わず隠立してさ「聞きラー」って言ったけどさ まあもしかしたらなんか、ベニー様が反応してくれるかもしれないけどね。はい。まあそんな感じで、ちょっと余談がちょっと長くなっちゃったけど、そんな感じで、まあ、ムーナちゃんもね、ペコーラもね、もう面白いんでね、まあラ,ラストもね、まあ、今も、と今、第3期かな、やってるけど、まあまだちょっと、あの、2期をね、まだ全部見れてないよ。途中までしか見れてないから、まあ2期全部見終わってから3期、まあ、 たぶんね、月末、月始ぐらいになんかまたね、なんかちょっと缶詰になって作業する機会がまたあるから、その時に、その気分転換がてら、ちょっとラストの切り抜きをバーっと見ようかなとか思ってたりするよね。まだね、1期と2期の中途半端のところまでしか見てないから、うん。はい、そんな感じですね。はい、ロズティアでした。バーイ。